What's up, everybody? りょうすけです。今回もね、コロナに関するリアルな内容の動画ということで、コロナに感染されて、すでにもう退院をされた高本さんにインタビューしたという内容の後編になります。前回、コロナ発覚してから病院に行くまでの流れっていうのをもう説明させてもらった後の話になるんで、必ず前編見てからこの後編を見てください。まあ、とにかく前回も何回も言ったけど、医療の最前線で働いてくださってる方にもう感謝しかないんで、話聞くと本当にありがたい。まあちょっと俺の話はもう無駄なんで置いといて、早速本題の方に行ってみよう。でその病院じゃ着きました。でそこから、はい、まあ、完全隔離の生活が始まると思うんですけど、始まります、まあ、その病院での生活だとか、はい、まあ、食事だとか、はい、病院にいる間の、まあ、検査、はい、まあ、その間の高本さんの症状みたいなちょっとお伺いしたいんですけど、まずその病院の中のその様子、どんな感じなんですか？はい、完全隔離っていう言葉が、まあ一番イメージができるかなと思うんですけど、はい、まあ、入り口もやっぱり違いますよね。救急車があるその民間の車が止まるところも病院の裏口、うんうん、で裏口に向き替えに来ていただいている方々は全員防護服、4人とも全員も完全です。我々は手すりから何から全てに対して触れずに病棟、自分の部屋まで行くんですよね。なるほど。両サイドにその防護服の方々って我々が真ん中を歩くと、何も触れずにエレベーターに乗った状態で隔離されてる病棟の階に泊まって分かれていきます、どんどん、はい、で3人来られてて2人は一緒の部屋やったんですよ。え、相部屋なんですか？相部屋です、相部屋です。で僕1人は違う部屋やったんですよ。これから入院するぞっていう、その入院の部屋に入った瞬間に感じたこと言っていいですか？はい。部屋の中が自粛ムードなんですよ。部屋の中が自粛ムード、どんよりしてるというか、僕だから入院生活ってこう相部屋とかやったら結構なんか僕こんな感じのそのフレンドリーなコミュニケーション能力が高いんで、はいはい、あーどうもみたいな感じなん、いつも通りのその入院生活を想像してたんですけど、はい、ちょっと楽しい合宿みたいな、そうです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 、はいはい、なんですけど一切なく、全員がカーテン全部閉まってるんですよ。病院の指示のもと閉まってるのか、もう交流自体をみんなができるだけこう、みんなが自粛ってことで避けてるのか、どっちなんですかね？みんなが避けてましたね。あ、なるほど。避けてるのか、それとも気持ちがそうさせてるのかが分かってなかった。うん、だからそのコロナになったマイナスだっていうような、なんかこうなんていうんですか、コロナになったから後ろめたい、そうです、そうです、負い目を感じてるから、そう、なんかそういう雰囲気になりました。ただまあカーテン越しには言いましたよ、あの、今日から入院させてもらう高本ですと、よろしくお願いしますみたいな感じで言ったら、はい、よろしくお願いしますだけが1週間入院した中での会話だけです。マジっすか？それ以外一言も誰とも喋ってない。相部屋で2人部屋やったんですよね。4人3人の部屋の中に1人入ったんですよ。ああなるほど、みんな先輩ですよね。初日にもう検査があります、全てですね、あの CT の検査、血液検査、PCR 検査で尿、検便、唾液全部やります。それ1日に何時、はい、何時っていう症状、その検査っていうのは時間が決まって、あ、こういうルールで、はい、まず入院した方々に関しては初期検査ってことで、それがもう言うたらルールなんですよね。だからあなたは今の状態をこうですよっていう数値化を行いますよね。初日に一番最初に検査をしてから、はい、じゃあ何か検査をしますかって言ったら PCR 検査オンリーなんですよ。あ、そうなんですか？そうなんですよ、僕の場合はですね。その間、はい、入院してる間って食事が出るじゃないですか。はい、出ます、出ます。食事っていうのはどんな感じですか？3食きっちり出るんですけど、僕はおいしいというか、その、あ、結構食べさせてくれんねやっていうイメージでした。なんかにもう普通に入院食みたいな感じですか？あ、そうです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 。でまあ食べますっていう話で、もう味覚がないで本当にお腹に入れるだけです。その病院の中にコンビニがあって、はい、そのコンビニ記入シートっていうものがありまして、看護師さんが買いに行ってくれるんですよ。最後の退院時に全部払ってください、精算してくださいねっていうことで、毎日1回コンビニのものが買えたんですよ。なんでまあその食には、実際に言うたらちょっと夜中お腹減ったなって言ったら、お菓子つまみながらテレビ見たりとかっていうような環境でした。でももちろん病院によりけりですよね、その辺の細かいルールは多分。はい。で隔離生活の病院の中の自由度ってどれぐらいあるのかなと思っていて、まあ無理やと思うんですけど、その親族の方とかその誰かしらが面会したいというふうになっても、はい、もちろん会えないわけですよね。もちろん会えない。病院の中は普通にこう、中であればなんていうんですかね、ちょっと体がなまったから
ちょっと外に歩きに、その病院の中とかをぐるぐる歩こうかなみたいなとか、はい、どこまで自由度あんのかなっていう。正直言うと、その4人部屋の部屋以外は出れないです。出れない？あ、出れないんや。もう自分の言うたらカーテンが引かれてるこのベッドの枠あるじゃないですか、自分の一区間。はい。はい、あこしか、あっこの中しか手、ないです、動くあれば。ああ、まあそりゃそうか、働いてくださる方もいるから、むやみに出れないですもん、ね。そうです、そうです。はい。ただ、シャワーに入れるので、そのシャワーのタイミングの時間の時は、そのシャワールームまで行けるんですよね。本当にそれぐらいの自由度しかないってことですね。そうです、そうです。入院してから、その退院するまでの退院条件って、どうやったら退院できるようになるんですかね。これは国が定めてるルールだと思う、ルールなんですけど、はい。PCR 検査を2回やります。で、2回連続陰性結果が出たら退院できるんです。陰性、はい、陰性になると、体の中にこれ1以上のウイルスはいませんっていう検査、結果なんで、うん、退院ってなるらしいんです。まあ今もそうなんですけど、何がほんまなんて話じゃないですか。うん、毎日毎日こうヒアリングをしてくれて、体調どうですかっていう、うん、そのコロナに関係する目の前にいてるお医者さんの言葉を信じるしかないですよね。僕から人に移すっていうことはもうないですっていう先生を僕に伝えてくれたんですよね。で、さらに言うと、高本くんがなった、コロナ、だまあ言うたらインフルエンザも A 型、B 型、C 型ってあるので、まあ世界でもやっぱりコロナも A 型あるんか、B 型あるんか、C 型あるんかみたいな話にもなってますけど、うん、実際に言うと、今はまだ確認できてない。うん、今一つ のコロナウイルスしか確認できてないから、そのウイルス、コロナウイルスに高本くんがもう次になることはないって僕は先生から聞いたんですよね。うんうん、それはやっぱり安心はしますよね。うん、まあそうですよね。はい、実際何が本当かわからないので、うん、なんで別に退院したからといってその堂々とじゃあ歩いてるわけではないので、まあ、しっかりとした予防の中ではやってますけど、一応先生の判断としては今のその時の国の制度のルールとしては陰性が2回で人には移さない、さらに言うとその人はコロナにならないっていう前提で退院はさせられてる。うんうん、PCR 検査って皆さんインフルの時にやったと思うんですけど、鼻の奥にやるやつあるじゃないですか、あれなんですよ、痛いっすよ、もうむちゃくちゃ嫌。いやもう嫌もう嫌。まあ約1週間ぐらいこう入院されてたわけじゃないですか、その費用面ってどうなるんですか。はいはい、その病院でかかった費用っていうのは実質血液検査を行って PCR 検査を行って僕が払ったお金って4000いくら5000円未満やったんですよ。なんでそれも保険適用になってるはずです。さらにそこからまあ言ったら陽性反応が出て入院ってなって、まあ、お迎えから入院からずっとあったと思うんですけども、ここに関しましては全て全免除です。全部免除なんですか。そこは国が見てくれてます、ありがとうございます。そうなんですね。そうですよ、不安な人はだっていてると思うんですよね。不安やと思いますよ、だってそうやってね、はい、陰から何から隔離から入院生活が長くなってとか考えると、はい、いろんな感じ方がある中で、はい、費用がね、はい、不安になるところと思うんで、はい、その高本さんが実際コロナになられて発症からここまで経験されて、はい、ぶっちゃけ体調面ってどうでした。やっぱめっちゃきつかったですか。体調面はきついです。何がきついかっていうと、僕の場合は熱が長い、もう僕そこだけなんですよね。うんうん、正直熱以外のもので何が僕を苦しめましたかって言ったらそうはないんですよね。だ咳がすごいひどくて息が苦しいとかっていうのはさほどなかったです。その発症して上がり下がりも含めて2週間近くずっと熱が出てたっていう感じなんですかね。はい、そうです。お医者さんからしたらその咳が出ようが40何度出ようが軽症って言われた。死をこのイメージできるような病状がありましたかってなると僕の場合はなかったかなとは思います。うん、辛いっていう部分で言うと体調面っていうよりは、はい、この精神的な面って、はい、こう辛い部分はやっぱあるんですか。やっぱ出れなかったりもするわけじゃないですか。いやそっちの方が多分大きいと思います。実際言うたらそのコロナってまだ未確定で不透明な塊なんで、うん、どうなんねやろっていう不安はありますよね。下手したら下手するよねっていうことはやっぱ心配しますよね。うん、そうですよね。はい、こう最後ぐらいになるんですけど、高本さんはもうコロナに陽性になられてそれを乗り越えられた。はい、で、はい、多分僕とかこのかかってない方が思うより以上にコロナにかかられたからこそ、はい、今健常者とかコロナにかかってない方にこう伝えられる内容って結構あると思うんですよね。はい、いろんな部分で。なんでそれで、そうですね、はい、まあ、こう皆さんにこう伝えたいこととかって何かありますか、高本さんから。何よりもやっぱりコロナ自身を舐めたらいけないっていうのがまず第一なんですけど、
けど、はい、まあ、ただそうは言っても 100% 家の中で誰とも触れずに生活をするってなかなか困難だと思うので、はい、やっぱりもう国民の一人一人が皆さんが気をつける、手洗いうがいは必ずする、人とは 2m 空けるっていう、うん、今のその国が発表してるそのルールっていう、国が定めたもの、はい、まあ、ある一定のそのルールっていうのはその守った中で一人一人が行動を起こす、予防をするっていうのはまず必要かなとは思ってます。実際言うたらもう無症状の人もいてるし、なる前提で行動、さらにはなってる前提で行動されるのが僕は一番やと思ってます、うん、人に言うたら移すでっていう前提で皆さんが立ち振る舞われる方が、あの人のことを思いやれるんじゃないかなと思ってます、うんうんうん、いや、いろんな貴重な話ありがとうございました。いやいや、こちらこそです。まあ、実際にコロナになった人、なってない人、まあ、これからもさらになっていく人、どうなるかなんか、世界はどう変わってくるのかもわからない状況じゃないですか。そういった抗体を持ってる人にしかできないような取り組みが何かできたらいいなとは今は非常に強く思ってるので、いろんなね、そういう、こう抗体を持ったからこそできることとか、感染者だからこそできること、はい、まあ、逆転の発想じゃないですか。感染になったことがマイナスだけ取るって、はい、そこから、はい、今だからこそできることってことで、こうやって田本さんみたいに動いてらっしゃる方もたくさんいると。そういう先生がいて、はい、そういう話があって、だから自分らができる、はい、こういうことがあるんだっていうのが動かれてるんで、はい、今こうやってね、はい、あの僕と田本さんとかいろんな関係の中で水面下でね、これからいろんなものを動かしていけたらなと思ってるんで、あの引き続き、はい、この田本さんもまたあの出演していただいて、これからどういう取り組みを、はい、やってくれるのか、それによって僕がやれることは何なのかっていうのをちょっとまた皆さんにもお届けしたいなと思うんで、楽しみに来ていただいて、ね、はい、なんていうんですか、はい、この自粛ムードがあの、はい、大事ではあるんですけど、でもやっぱりその、はい、なんかこう楽しんでこう、はい、過ごすことってめちゃくちゃ大事やと僕は思うんで、いや、もう間違いないです。やっぱり与えられた環境の中で最大限楽しむって、僕はすごいもう結構それ日々思ってることなんで、はい、まあ、この自粛の中でも自分たちができること、もちろん守るべきルールは守りながら、ね、はい、そうです、こととこの世の中改善していけるような、あの新しい社会になっていくと思うんで、はい、なんかそういう取り組みをぜひ高本さんとこれからやっていきたいと思いますんで、かしこまりました。楽しく見ていただければと思います。いや、本当に高本さんありがとうございました。はい、こちらこそです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はーい。はい、ということで、いやー、リアルやったな。やっぱね、感染したからこそ分かること、そして感染したからこそ感じること、めちゃくちゃ持ってらっしゃって、めちゃくちゃ有意義な話も聞けて、本当にありがとうございます。で、やっぱ何よりもね、やっぱそうやって感染して、いろんな方が、助けてくれて、その中で身を粉にして働かれてる方とか、本当に感謝しかないよね。で、やっぱり国もね、しっかり支援するとこは支援してもらってるんで、不平不満を言うのも大事ではあるけども、全部が全部じゃなくてね、しっかり、税金とかも支えられてる部分もあるんで、こういうところもしっかり感謝しながらね。で、やっぱりね、コロナにかかって罪悪感を持ってしまう方もたくさんいらっしゃると思う。でもその中でも、コロナにかかったからこそとか、コロナにかかってはないけども、このコロナと共存していくためにどういう取り組みをして、どうやったらこう早めにこう普通の生活に戻れて経済活動が復活できるのか、自分の仕事がまた普通にやれるようになるのか、また当たり前やった日常を取り戻すことができるのか、この当たり前に今は気づかせてくれた時期やと思って、またね、新たなスタートを切れればいいなと思うんで、ぜひみんなためになったなって思う人はこの動画を紹介してくれたりだとか、またね、今後いろんなことにも取り組んでいく予定なんで、ぜひ引き続き俺の動画も楽しみにしとってね。あ、それと今回の動画に出てくれた高本さんの方でも、これからコロナに関してね、取り組めることだとか、あとは今説明してもらったようなね、コロナの内容をまとめたようなものだとか、まあ、いろんなものを発信されるということなんで、概要欄の方にね、高本さんのインスタグラム載せておきますんで、ぜひね、フォローして内容を見てみてください。ということで、みんな今日も動画見てくれてありがとう。それじゃあ、See ya! バイバーイ。